これから議論していただく作品は、石川忠さんの自然の魅力を表現する。最初は瓦花。とても綺麗な作品ですが、皆さんの印象、そんなところをお話しいただきたいと思います。はい。はい、お願いします。多分この作品は、ご本人はそうではないと思うんですけれど、過去ですね、南仏槙尾の押したものをですね、みんな手で並べちゃってですね、結構こう追加してですね、した作品が結構過去でいっぱいあったんですけれど、この作品も、この考え方によってはですね、目まな真ん中の黄色や、みんな同じ方向を見てるんですよね。それにちょっと本当に自然なのかなという感じは受けました。そしてもう一つ構成として大切なのは、風景写真、こういう写真の重要性は構成だと思うんです。構図だと思うんですよ。構図がですね、ちょっと上の苔の部分の渓流の部分がちょっと多すぎるような、あるいはブラック島のところが多いような気がします。したがって、その影響といいましょうかね、その効果で下の川、石、あ、河原に落ちてる、椿の主役がちょっと弱くなったような感じがします。です。シャッタースピードのスローシャッターっていうのは非常に適正だったと思います。こんな感じがしますね。もう少し、まあ天気がリアリティだからしょうがないんでしょうけどね。ちょっと石がちょっと白っぽい感じはしますよね。本当こ自の方は、フィルムで撮ってる方なんですね。然。ああ。めったにデジタルカメラ使わない方って聞いております。なるほど。フィルムで撮ってんだと思うんですけどね。苔の部分はそんな感じがしますね。上のそうですよ4ね。分の3は完全フィルムのような感じがしますね。要するに、池田さんのご指摘は、ここの黒いところが少し多いんじゃないかと。もうちょっと上詰めて、この苔は非常に有効ですこよこはね。切れませんね。少しこのぐらいこう詰めたらどうでしょうかっていう、そういうご意見だと思います。本当です。あと、皆さんいかがですか？三浦さん、いかがですか？私も、池田さんと同じで、上の黒い部分は、ちょっと多いかなと思うんです。それと、光を当てているのかな？この、椿が映ってるところの光具合が、なんかストロボ焚いたような、ちょっと自然じゃないなっていう感じを受けたんですけども、どうなんでしょうね。多分ね、それはないような気がするんですよね、ストロボはね。ただ、ちょっと明るすぎるっていうか、全体のバランスからしてちょっと不自然だなっていう感じはしたんですけどね。業務さんいかがですか？業務です。瓦にこれだけ、綺麗に椿が並んでるっていうのは、これもおっしゃるように違うかなって感じもしますけれども、こういうこともあるのかもわかりませんから、余計なことは言えませんけれども、とっても綺麗な、よくピントもピシッといった写真かなというふうに拝見してます。仮に置いたとしたらやっぱりまずいんですかね。どうでしょうか、見る方の、それこそ人それぞれですから、なんとも言えませんけれども、綺麗だなと見る人もいるでしょうし、私はもうちょっとこう乱雑にあるのがいいかなっていう感じがいたします。なるほど。整然としてるっていう。そうですね、確かにこちら向いて、ちょうだいなっていうような感じで、みんな、家臣のところが カメラ側に向かってますから。そうでもないんですよ。これなんか、この見前ての方はるそうですね。ね。前の方はそうですね。前のは違うんです前よ。の1個、2個はそうなんですよね。違うんですけれども、全体で後ろも、の方、この辺からまあ、が、こ全れ部同にじ腐方っ向。てるような
ワンブランったようなやつも結構そうですね。でこんなことも現実にあるかもわかりませんから、うんうん、なんとも言えませんね。多分ねこの方はね置いたりそういったことはあまりしないんじゃないかなと思う人なんだよね、はい、いや確かにあの椿の現場に行ってもですね、うん、こんだけ綺麗に同じように並ぶのっていうようなことがまあまあ見ることがありますよね。ありますね、で乱雑なところもありますし、うん、何とも言えませんね。だから全体例えばちょっと風が強かった次の日に行くとかしたらですね、結構綺麗なのが落ちてるっていうそういうタイミングもあるんですね。そうですね、あの本当に綺麗あの綺麗な状態を見たことがありますんで、ま、だからそういう意味では逆に言うと非常に綺麗な写真だというふうに思います。あの石の無機質のところにこの赤い、この花っていうのがですねやっぱり強烈なイメージっていうのを与えてるんだとは思いますね。そうですね多分自然をすごく愛してる方だと思います。あそうですね。あそんなもう写真から見えますね。もうネイチャー専門ですから、あの小細工したりなんかすることはあまり、好きじゃないっていうことをいつも言ってますんでね。なるほど、うん、本当に丁寧に撮ってる写真のように思います。そうですね、はい、他にいかがですか今の関連するんですが、はい、あのいわゆる演出作品ってよく言われる部分で ねあのそれも作品というふうに私は思うんですよ、うん、だから、ネイチャーだから自然をあるがままにということであって、うん、この間その風景写真っていうものは来てたろうと思うんですが、うん、やっぱりそこは私は疑問符投げかけてですね、うん、やっぱり自分が思い描くイメージの、うん、用語に、うん、まあ写真を撮るということであれば、こんなにいっぱい、なくてもいいだろうと。うん、まあ、5つ6つぐらいの花びらが落ちてて、うん、それをもう少し近寄って広角でもってアップにしながら撮ってもいいんじゃないかなというふうな、私は、まあ、作品作りという点で感じるんですね。だから、そういう点では、まあ、皆さんがどういうふうにそういうやらせって言っちゃ、まあ、言葉はあれですけども、あの演出させる、出演させるというような作品作りは あって、私はいいと思ってるんですが、皆さんどう思ってますか？小ネタですけど、はい、このやっぱり石の花というか、うん、この河原に落ちたあの椿の花ですね、これが非常にこう無機質なものと生命のあるものですね、その対照的で、ここもなんかすごい迫力があるとは思うんですけど、はい、まあ、せっかく奥の方にこう滝があって、渓流も流れているようなので、もうちょっと滝の方に近づいて、渓流の中に、あの椿の花が、まあ、どんな風な形で、頼っとうというかですね、そういうふうなあの滝との関連をあのつけてですね、うん、この椿の花を処理するという一つ の、うん、あの写真のも見たいなというような感じはいたしますけどね。ああ、この辺のこう、あ、その辺のところですね、ちょっとそこに来るとあのかなり、うん、あの黒っぽい色になって落ち着いた感じで、あの椿の赤色も派手ると思いますね、うんうん、そうですね。そうじゃなきゃもう雨の日でこの前の岩もみんなこう濡れてですね。うん、というようなまあそういうまあ過酷な条件の中での椿の花ですね。うん、そういうようなことに使って、まあ水との関連を少しこうつけてみたらどうかなという感じはいたします。うん、他にどうでしょうか。はい。はい。いいですか。あの私もこれすごくうまい写真だと思います正直、うん。で、もしここに赤い椿がなかったらもう本当石だけじゃ殺風景な風景だけども、このバランス、ただ、さっき池田さんでしたっけおっしゃってたのは、確かにあの岩の白い部分はちょっと気になりましたね。だからもし、うん、あのできるんだったら浄瑠璃かなんかで水で濡らしちゃうとかね、うん、そうしたらちょっと少しは色が締まるかななんて考えて見てたけど、このもしこれが自然でしたら、これ探して撮るってことはすごいことだなと思って、あとやっぱり背景の
上部の背景はちょっと黒く潰れてるのはね、少しちょっと明るい、グラデーションが少し出てたらね、この画面構成でもいいけども、ちょっと若干やっぱり黒い部分が多いかなっていう感じはしました。はい。だから綺麗な写真だと思います、本当に。倉田先生、どうですか？あ、はい。私は、楽しく見せてもらってる。この写真の、皆さんこれ撮ってる方が非常に楽しみながら撮ってるなっていう感じがとても強いんですよね。うん、それで歴史的に、写真の日本の写真の中ではその上位に位置してきた表現の世界がこの写真の世界だったもんですからね、2つちょっとお話しした方がいいかなと感じてるんですけど、1つはね、生け花ですね。生け花も実を言うとかつて昔から江戸時代のもっと前からずっといろんな流派があって存在してたものですよね。で、あれは花を切って、切った花を自分の思うがままに水盤の中に生けて、ある世界を作る、そこに出現させて、それでその美をその再現させるっていう世界ですよね。で、この写真が出た瞬間にその花がいっぱいあるから花を持ってきて並べたんじゃないかって議論が起こっちゃう ところの不幸が一つね、写真にはあるんですよね。うん、で、実を言うと絵にね、要するに椿じゃないんだけれど、いろんな花がいっぱい木の下に落ちてる絵っていうのが結構あるんですよ。だけどその絵の批評をなんかするときに、そこにいっぱいちょっと並べすぎじゃないかとか、それを持ってきたんじゃないかっていう議論は起こらないわけですよね。なぜかっていうと、作者が自分の好きなだけそこの木の下に花を描くわけだから。だからその、要するに先ほどどなたが言ったこの滝のそばの水に半分濡れてるような花とか、そういうので表現したらどうだろうかと。だからそういうこともこの人は多分やってますよね。いろんなことやってるんですよ、きっと。で、その中の一枚がこれであるっていうようなことなんですよね。ほんで、その椿が、ヤブツバキがいっぱい落ちてるっていうのが出てくると、その向きがみんなこっちであるっていうようなことで、その一斉にね、持ってきたんじゃないかって議論ができできちゃうところに、ちょっとその写真を論評するときのその写真の不幸さがね、あるなっていう感じがあって、っていうのはそのどなたが言います、あ、佐藤さんか、佐藤さんがおっしゃった持ってきちゃダメなんですかっていうこの問いね、それに対しての議論が実は最後までされてないんですよね。で、貝はね、実はあるんですよ。でたった一つで、その貝はね、私はネイチャーを、自然の風景を自然のままに撮っているんですってことを宣言しながら、自分のそのネイチャーさみたいなものをね、草木一本たりともこういうふうにやりませんというのを自分の信念としてやっているか。で、皆さんご存知のナショナルジオグラフィーという雑誌ありますよね。あの雑誌はいろんな投稿者があそこに写真を持ち込んで載っけるんだけれど、その絶対許さないわけですよ。花一輪たりとも動かしてること。写真を撮りにくいもんだから、手前の雑草をちょっとどけてね、写真を撮ったって、それさえも許さないんですよね。それぐらいそのあるがままというのを大前提にしてるんですよね。だからこれはポリシーなんですよ。だからそれが一つとね。で、もう一つは前にもお話ししましたけど、21世紀に残したい日本の自然というね、あるポリシーがあったら、そのポリシーにそぐわない行為はまずいんですよね。ですから自分が許容の範囲としてこういうふうに親になる写真はね、やっぱり一つの表現の範疇と捉えてもいいんじゃないかなって感じは私個人的にはするんですよね。うん、それと椿の花のね、向きが同じになっちゃって話を言いましたけれどね、実は椿っていうのはね、落ちるときよく観察すればいいと思うんですけれど、椿の花はね、よくすぐポトリと落ちる。うちにもね、ヤブツバキがいっぱいあるもんだからよくわかるんですけど、落ちるときにね、こういうふうに大体ね、上向かないで下向いて咲いてるんですけどね、うん、落ちる瞬間に、この花のね、一番根っこのところ、うん、これが下になって重いもんだから、これが下になって落下傘を逆さまにしたような形になって、こう上が、花びらがパラシュートになって、ゆらゆらってこう落ちてくるんですよね。ですから落下するときは花びらのこの一番下の
つぼみにくっついてたところが一番下で落っこちるというのは間違いなんですよね。そうするとそれでポコンと落ちると大体上向くんですよね、つぼみが。ですから、こういうふうに考えたらどうですかね。ここにいっぱい並べたか並べないかというのは議論の焦点にすべきじゃないと思うんですよ。それじゃなくてね、要するに手前にいっぱいありすぎるからしつこいから嫌だ、私は嫌いだとか、これはね、あと8分目ぐらいだったら心が良くてよかったのになというような感じのね、要するにその何て言うんだろう、自然のものを見せるのにどの程度で、今後ろの背景の黒いところに関してはちょっと多すぎる議論がちょっとありましたよね。あれと同じような議論にすればね、花の量がどのぐらいかっていうのがね、非常に品のいい批評として、聞けるんじゃないかと思うんですよね。そういったところの見方っていうのがアートに対する見方だと思いますよね。うん、はい、よろしいでしょうか。じゃあ次に参ります。次は初夏の香りですね。なかなか私も、これネムの木ですよね。ネムの木の花ですよね。うん、大体上向いて撮るようなことが多くて、こういう位置から下にこう見下ろして撮るような場所っていうのは、なかなか私もお目にかかることは少ないんですけども、とってもいい位置でね、撮ってるんじゃないかなって、感じるんですが、いかがでしょうか。私は画材初夏の花っていうよりもなんか、森の妖精なんてつけた方がいいような感じでこう花を見るんですが、いかがですか。そうだね、妖精がポッポッポッとこういるような感じしません。いますね。はいはい。はい、どうぞ。やっぱりこういうネイチャーっていうか自然の写真を見てると大切だなと思うのはやっぱり構図ですね。先ほどの椿のあの写真もさることながら、この写真の良さは、構図と足の位置でしょう。うん、そうですね。はい、構図の良さと、それから適正な露出といいましょうかね、あれ雰囲気、空気感、うん、これが、霧状の空気感で。非常に、この時期とそれからこの花の良さを醸し出してますもんね。そうですね、はい、そういう意味でやっぱりこの方はネイチャー専門っていうか、ネイチャーに、これもやっぱりフィルムでしょうかね。そんな、いや、フィルムだと思います。ですね、ネムの葉っぱのですね、重厚さがで、よく出てるんですよね、うん、これやっぱりフィルムの特性だと思うんですけれど、そんな感じがしますね、はい、それと背景のあれ桜でしょうか、なんで木がよく分かんないんですけれど、霧に包まれた雰囲気も、そうですね、木の、ハイライトがですね、白飛びしないんですよね、フィルム、うん、これだけの露出が差があるのに白飛びしないね、やっぱ増えるもんですよね、うん、なんかもやが少しかかってるようですよね、はいはい、このもやがですね、はい、デジカメでは意外と白飛びしちゃうんです。これがしっかりともやがもやらしく表現できてるというのは増えるもだからじゃないでしょうかね。そういうものをもちろん理解してお使いになってらっしゃるんじゃないでしょうか、うん、ネイチャー撮ってる人っていうのは画材にもそのようなやっぱり画材つけるんですよね。ネイチャーの画材としてはもちろん初夏の花っていうので、うん、初夏全然いいんですよね、問題ないんですけども、うん、これからはこの風景でもイメージがこうだったっていう、さっき私が言ったちょっとこの妖精のような感じがしたら森の妖精なんて、こう画材もね、
表現するっていうことだってこれからっていうのはあってもいいような気がするんですが、どうですか？いいですね。妖精か。この歌ですけど、はい、やはりこのネムの木は大木で空高く花が咲いているのを下から見るというようなケースが多いので、そうそう、うん、こういうふうに上から見るというケースが稀なんですけど、ええ、そういう意味でこの葉、ネムの葉がですね、ええ、非常にこう緑が濃いくてですね、うん、で上からこの繊細なネムの花をカバーするような感じで、うん、いるというのは非常にこう珍しくて、そうですね、意外な写真ではないかなと思います、ね、うん、それでむしろ半分以下がネムの描写ですけど、上の方が半分のスペースを占めていて、まあそこに対する、まあ、作者のですね、思い入れっていうのがすごく、うん、あると思うんですね、うん。で、ここにちょっと咲いてるのはアヤメかなんかの花なんでしょうね。うん、黄色いね。黄色い花が、うん。で、このちょうどボケ具合が非常にこう、うん、見事にボケていて、で、やっぱりネムの花っていうのはやっぱりボケるっていうことがすごくこう、ふさわしい点に使わしいというかですね。うん、で、なんか雨に咲いてるボケの花っていうなんか俳句があったような気がするんですけど、まさにそういうような感じを写真でですね、表現したと、うんうん。素晴らしい写真ではないかなと思います。小林さん、いかがですか？はい。この方、フィルムで全部撮ってらっしゃるっていうことなんですよね。そうだと思います。はい。そうすると、レタッチとかっていうのはどうなってるんでしょうかね。あまりそういうことも手掛けてないんでしょうかね。まあ、で、フィルムであっても、それはデジタルでプリントしなきゃいけないでしょうから、ね、はいはい、レタッチがゼロとは思いませんけども、ほぼあまりやらないんじゃないでしょうかね。そうですね。見た感じ、そんなにやってる感じは確かないですよね。うん、例えば、まあ、まあ、風景の写真に関してはね、いろいろ、なんて言うんだろう、あるんでしょうけれども、例えばこの、非常に構成力が優れてる写真のように見えるんですけども、うん、さらに言うなら右上のちょっと葉がありますよね。うんうん、そこの部分の処理なんていうのは、うん、一体、まあ、もしかしたらもう少しその左側からとか右側の方か、うん、右側の方から、うん、映せばそういうものが入んなかって済むとか、うん、だけど済むとこの感じがなくなっちゃうとかっていうのがあって、うん、この感じになったのかと思うんですけども、うん、そうですね、レタッチで考えるならその右上の部分のところなんか撮った方がもしかしたらスッキリするかもしれないし、うん、それから、なんて言うんだろう、その、濃度的に全体的にちょっとやはり葉が濃いっていうこともあるんで、うん、少し若干暗く感じたりもするんですね、うんうん、ですからその辺の部分ももうちょっと明るくしたらもうちょっと良くなるんじゃないかななんて思っちゃったりするんですよね、うんうん、そうするとまあ、その撮ってる人のねポリシーっていうかそういう考え方もありますので、うんうん、そうですね、基本的に撮ったものに関しては手を加えないんだっていうんでしたらそれもそれでいいのかなとは思うんですけどね、うん、ただまあその自分の意図してるところっていうのがレタッチを加えることによってもっと良くなるんじゃないかなって思ったりもするんですね、うんうん、一緒に見るとそう思いました。はい、この辺の手前の葉っぱのリアリティなんていうのは、花だけじゃなくて、この辺の描写ってすごいですよね。うん、そうですね、うん。力強いです。ばっちりしてますよね。うん、じゃあ、次に参ります。神秘の森。確かに神秘の森で苔むしてですね、うん、いる森だと思います。やっぱりここの見せ場っていうのは、ここを中心にこう、苔の上に、落ちてる落ち葉と、そういう表現を中心に作画したんじゃないかなと思いますね。渡辺さん、こういう作品はどうですか？いや、大好きですよ。そうですか、よかったです。綺麗ですね。ねえ。うん、ただ、風景写真っていうのは、さっきどなたか言ったように、事実を事実のように撮る場合もあるし、うんうん、一つの私の風景として、それを
まあ、加工じゃないですけども、あとは別の風景に、写真に仕上げると、うん、方法もあると思いますけども、これなどは、まあ、例えばなんですけども、佐藤さんの得意の補助光、うん、もう少し暗くなった時に補助光を焚くと、このイエローがもっと浮いて、うん、もう一つの風景になるのかなという、うんうん、この森の神秘性ですかね、うん、見えないものもまた出てくるような気がいたしました。それはあの、うん、一番最初見た、椿の、うん、花もそうなんですけども、うんうん、あれも石がちょっと白いから、赤い花びらが目立たなかったんですけども、うんうん、あれを暗く落として赤いものだけが浮き上がってくれば、うん、またもう一つの風景になったかなと思うんですけども、ただ風景やる人っていうのはこだわりが強いんですね。そうですね。あなたが言ったように絶対もうそういう手をつけちゃいけないという人もまたいらっしゃいますし、うん、いや私の風景とすれば何やってもいいんだっていう人もまたいるでしょう。まあいずれにしたって自然風景っていうのは、目の前のものがネタが良くなきゃどうやったってよくならないと思いますんでね。そうですね。この場合にはいいところ、いい時期、うん、これをよく見つけたなというふうに私は感じました。うん、はい。綺麗だなっていうのが褒め言葉にはならないんですけども、うん、私はそう感じました。この森は、パッと見ると、白駒の池の手前なのかななんて思うんですけども、でもあそこの、森で見つけたとしたらすごくいいところを見つけたなと思うし、うん、こんなに苔がですね、隆起があって、そして美しい苔にこの枯葉が落ちてるっていうのはなかなかないなっていうふうには思いますね。うん、あの丸い広葉樹じゃなかったっていうのがまたいいですね。そうですよね。あの、うん、葉っぱが針状になってる、これが落ちてるというところが。うん、幸運といえば幸運ですよね。そうですね。はい、なんだろうな。ブナの葉みたいな形でバーって散ってたらうるさくなるでしょうね。まあそうですよね。ねえ、はい。何が散ったんだろう。他にいかがでしょうか。はい。はい。はい、お願いします。はい。素晴らしい、なんていうか、車体だなと思って、先ほどから拝見してましたけど、はい、レンズワークを、私だったら、レンズワークをもっともっと短い玉にして、ね、いわゆるこの木とこの根っこの部分だけをですね、結構強調して撮ると。そうすることによって、もっと立体感は高まるだろうし、奥行きも深まるだろうし、というふうにですね、思いましたですね。そうですか。はい。あと、これだけのあれはもっとスケールを大きく取りたいと思いましたね。もっと短い玉で、うん。そんな感じがしましたね。それと、そうすることによって、苔とこの落ち葉、まあ、針葉樹の落ち葉でしょうかね。これが非常に力強く、表現できるんじゃなかったのかなと。ここはあれですよね、この針葉樹の葉が落ちるんだっていうことを知ってて行かれたんでしょうね。そうでしょうね。偶然に出会ったっていうことじゃなくて、こういう光景を撮りたかったっていう狙いを感じますよね。普通だったらやっぱりブナの葉っぱとか、ああいう感じの葉っぱが落ちちゃう、そういう感じじゃないかなと思うんですけどね。この手前のこの苔の部分は完全にデリートをしてあって、これをこの手前の画面いっぱいにできるぐらいの、短い玉、そうするとこの上の木もずっと奥深く表現できるんじゃないでしょうかね。大きな森に、そんなイメージが湧いてきました。いやー、これで名所って言われるような場所っていうのは、柵ができて、国家入れないとか、もうそういう規制がかなり、うるさいので、
まあ、なかなか取れないですよね。今、池田さんおっしゃったように、広角で近寄ってって取れる場所っていうのは、本当にこれから、どんどん少なくなっちゃう気がしますけどね。江連さん、どうでしょうか。はい、いやー、驚きですね。なかなか、こういう場所を見つけられた幸運と、そしてこれを取り留めた、まあ、幸せ感に溢れ出てるような作品かなと思います。ただ、神秘的なっていうことであれば、もう少しアンダー目にしてもよかったかなっていうような感じは、まあ、受け止められるんですけども、まあ、これはこれで、作者が、まあ、取り留めた、まあ、幸せ感あふれる作品ということだろうなと思うんで、まあ、否定することはできませんけど、まあ、私だったらもう少しアンダー目にする。そして、先ほど、渡辺さん言ってたように、まあ、もっと暗くなった時に、ライトを当てて浮かび上がらせるような撮り方っていうのもしてみたいなというような、感情に、なりましたね。私もそのネイチャー表現っていうのは、自分でこだわり持つっていうのは、雨の日とか夕暮れとか、うんうんうん、本当に薄暗いような曇天とかっていう時は、そういうようなこの表現がやりやすいんですよね。ストロークとかライトとか、うんうん、真昼間っていうのは特にライトを使うっていうのはなかなか難しいです。ストロークは使えますけどね、うんうん。だから夕暮れとか雨が降ってる時なんかはライトも使えると思います。うんうんうん、非常に奥深い自然の美しさっていうのは表現できた作品だなと、そんなふうには思います。うんうん、福永先生、ご意見どうでしょうか。私はこの種類の写真は非常に楽しませて見せていただくというのを大前提にしてるんで、はい、あんまりその能書きを言える立場にはありません。それを前提として、はい、まあ、お友達で自然をいっぱいやってる方がいっぱいいるんで、その方々の話を聞いたりなんかしてるのを前提にするとですね、はい、この方は3枚の写真ともですね、その再現の技術という意味では一級だと思います。ですからその再現をする技術、まあ、いわば宮大工の大工さんとすれば一級のもう現場を任せられるっていう感じの技術をお持ちだと思いますね。で問題はね、その今佐藤さんもちょっとおっしゃったんだけど、自然を主題にした表現という形になってくると話はちょっと別なんですよね、うん、これ要するに感覚的な問題を論じるわけだから。それで多分なんだけれど、前の2つは別としてね、この写真だけでものを言うと、要するに皆さんさっきから褒めてるのはね、場所を褒めてるんですよね写真を褒めてるんじゃなくて、いや素晴らしい場所だな、こんなとこ行きたいなとか、もう次に行ったら立ち入り禁止になっちゃう。みんなの場所を褒めてて写真を褒めてないな、あんまりね。だからそこなんですよ。要するに素晴らしい場所を見つけて写真を撮りになったな、うん、ということは言えるけれど、そうだね。そうするとこの写真を、ね、解剖していくとね、もう簡単なところでいっぱいね、要するに表現上のね、マイナスポイントっていうのがね、いっぱい出てきますよ。これは池花の先生に聞けばすぐ分かりますけどね。まずね、このど真ん中に1本、ま、ちょっと右側に立ってる手前、一番手前の木ですね。この木は上の方でね、後ろの木とね、いっぱい重なってるから、その木のその姿のね、すっきりした感じが見えないんですよね。で、それが丸一。で、丸二はね、左側にね、太い木が1本あるんだけど、これがね、画面のね、横の縁の線に沿ってね、立ってるんですよ。でこれはそういうネイチャーをいっぱいやる人たちが一番嫌うんですよね。うん、画面の縁にね、こうやって木でね、ピュッとこうやってやっちゃってるもんだから、この縁にあるこの木がね、より強調されちゃってね、非常にね、全体を美しく見せないという、そういうことですね。うん、で、この丸三。丸三は写真にポイントとして、主と従をね、もっとこういう連続してシーンがつながるものであれば、なんか作るべきであろう。要するにポイントですよね。
ビューポイントっていうかね、あのフォーカルポイントとかっても言うけれど、そのフォーカルポイントをもっとね、しっかり抑えるべきではないか。なぜかというと、この方はこの位置で自由にカメラを動かせるわけだから、そういう意味からしたら手前のこの一番大きな根っこのね、膨らんでる苔のところを強くして左の影を生かすとか、なんかそういう意味でね、リズムですね、画面のリズムをもうちょっと考えるべきではないかというようなね、そういう感じの話をネイチャーが得意な方だったらするんではないかなというような感じがしましたね。ただ3編とももう技術は一級だという感じがするんで。あ、すいません、私ちょっと気になったのが、最初佐藤さん言ったように白駒の池かと思ったけど、あそこはロープがあるから、多分これは違うなと思って、違うなと、ね、でこれに近いシーンを見たことあるのは、過去、富士山取り行った時山出てなくて、樹海に入ったことあるんですよ。ああ、あれ確か梅雨の時期だったから苔が蒸してて、で、あそこあんまり入る人いないから、すごい自然な状態に残されてて、そこ行った時のイメージに近いかなと思って。松の葉っぱね、これどなたか一番先に指摘されたんだけど、針葉樹の葉っぱが落ちてるのが良かったんじゃないのかって、そういうところにね、要するにネイチャーの自然が描いてくれるその存在感っていうものの発見すべき魅力っていうのはいっぱい転がってると思うんですよね。それをやっぱり見つける目っていうのが写真を撮る人にはとってもとっても大事なことだと思うんですよね。だから今日天気が悪いとか、あるいはその木漏れ日があるとかっていう前提でも、その入っていくときにね、この中には高菜の山なんだっていう考え方をまずすべきだと思いますね。じゃあ以上で終了いたしますが、よろしいですか。それでは石川さんの作品公表を以上で終了いたします。